はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回はフリンジのドミネーション2でデス数を抑えることを重視した立ち回りで戦っていこうかなということで、基本的にね僕はいつもガンガン前に出て突撃するプレイヤーなんですけども、まあ今回それは置いといて、どちらかというと今回は連続キルすることを意識して戦っていこうと思うんで、皆さんよろしくお願いいたします。ということで今回のカスタムはこちら、 ICR ニューローセット大口径と拡張マシンとグリップとブラックセルとオーバークロックと早技とタクティカルマスクのカスタムでやっていこうと思うんで、皆さんよろしくお願いします。さあ行きましょう。ということでね、口の滑り良すぎません今回いい感じですね。ということでね、今回のスクワストリックの構成がこちらですね。 UAV とセントリーのモークマーク2とヘイターということで、まあヘイター出るまで、まあ、ヘイターを出すことをね目標にやっていこうかなということで、開幕白いこの車のとこ取っていくよ。まあ、フリンジのドミネーションのコツとしては、まあね、 A スタート、僕が今スタートしてきた位置ならば AR の人のアサルトライフル持ってる人ならば、こうやってねここの白い車のところをしっかりと押さえることを、おすすめしますね。ここをしっかりと押さえることによって、まあね、味方が B 取りやすくなるんですけども、ちょっと抜けられてしまってるね後ろも。これまずいっすよこれ、これ、あ、オッケー、耐えた耐えた。L 字のとこいるな。L 字のところはちょっと味方に処理してもらいたいが、 B 地点取られるか、これ取られてしまった。まずいぞこれ、大丈夫か。白番のところにはいないか、白車のところにはいない。敵の UAV が出た、早速落としていく。さあさあさあ行こうか。おっと敵のケアパケも来たか、これうわしょい、いいっすねこれ。さあ敵いるとこに、オッケーカットしていく。とりあえず UAV まで繋げたよね、まずは。まずは UAV だ。まずはここでカットしていきの。さあ、早速白い車のとこまた入る。入っていきの。味方がこのセンター部屋のとこ取ってくれているんだが、敵の UAV がもう一個出てるらしいが、見当たらないから、ちょっと敵の UAV は放置して、さあ、この敵をしっかり倒せない。どっちも敵もナイスナイス、ありがとう。いいね、ダブルアシスト。さあ、ここで UAV を展開していきの。味方、おいおい、ゴリ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 、お前顔面ゴリゴリ。さあ B 地点取りに行きたいが、味方の援護を待ちましょう。一人で突っ込むのは危険なので、アサルトライフルでは、まあね今回そのデス数を抑える立ち回り重視してるのでなおさらですね。サンクルティングしっかりカットしていく。そんでやな、ちょっと裏取り2人ぐらい来てるのがちょっと気になるから、裏取り警戒いきましょうか。カットしていきの、もう一人いるねこれ。さあ分かってる、一回ジャンピングで出ていく。いい感じですね。さあセンテルにもうマーク2が出たんで、これ一回ね白いこの建物の顔出しポジションでしっかりとこれスッと置いていく。ほんでもう一回裏取り警戒いこう、多分来るよねもう一回、もう一回ぐらい来ると思うんだよね。ほら来たー、はい予想的中、カットしていく、伸びしろっすね。あと1キルしたらヘイター出るんで、ここはしっかりと落ち着いて繋げていきたいところでありますね。味方が突っ込んでった。さあ味方大丈夫か、これいますね、赤点の反応がある、奥に、はいいただきます、ヘイター出していく。いいっすね。さあもう一人来るの分かってる、決め打ち。そしてこれブロンズ3獲得、セントリーって言いそうなダサいっすやっちゅうね。さあサイスでもう一人奥にいるけど、奥の敵は引いていったですね、引いていったですね。これさあ B ちゃん通りたかったけど通れなかったか、まあしょうがない。味方がしっかりとセンター部屋を制圧してくれてるんで、うん、いい感じですね。どちらかというとね、このマップは B と C 地点で固めるのが結構有利なんで、まあ、どちらかというとね、欲を言えば C 地点結構ゴリッと押してね、敵を A に沸かせたいところなんですけども、まあまあそこまでは無理せずに行きましょうか。今回ねデス数を抑えることがまあね、目標でもあるので、まあね立ち回り重視でやっていくぞ今回は。いいね味方。さあ味方の後に続きましょう。さあこれちょっと武器いただくぜ、 KN44 41発しかないか、なかなか少ないな、なかなか少ないけども、これはしっかりと、おっと赤盾これ挟まれてるぞこれ、一回ここで待つ、待って、しかしここで UAV が切れる、致命的にやばいよこれ、絶対絶命のピンチ発生し迎えていますが、これ大丈夫でしょうかこれ、ちょっとまずいな。この辺的裏取りいい感じで取れたと思うんだけどな、味方がやってくれてありがたい限り。さあそんで送りますねやっぱこれ。さあローにしていっぱいジャンプで出ていく、カットしていく、伸びしろっすね。待って待って、来てる来てる来てる、待って、今回真剣だな、やけに真剣だな、ここ抜けるんじゃないか、ワンチャン抜けるか、抜けなかった、弾がなくなってきてしまっている。さあ待って、リロードできてない、マジか、待って待って、やばいやばい、やばい、あギリギリ、ちょっと弾がないな、やばい、マジでマジでやばい、これ11発しかないけど、ちょっと待って、これはまずいよこれ、待って待って、 ICR も10発しかない、これまずいな。しかもあと170ポイントヘイターが出るっていうね、ここはしっかりと落ち着いて繋げてきて、こういう時こそ皆さん行かないんですよ、こういう時こそデス数を抑える立ち回りの見せどころやな。これ来たな。さあ、おっとおっと、これ。さあ、あの敵をしっかり貯めて、ここらでキルして、すぐあの敵の武器を拾いに行く。そして、後ろすぐ警戒しに行く。オッケー、大丈夫だ。いけるいける。あと1キルだ。あと1キルでヘイターが出るぞ。あと1キルしっかり繋げていきたいけども、まあね、VMP なんでロング狙うのはちょっと難しい。危な。難しいので、できたらね、いい感じに距離を詰めていきたいんですけども、センターにもうマーク2出てることが忘れていたんで、さあ、ここら辺のセンター一発、スポット置いて逃げる。そんでセンター部屋のとこ行きますか。さすーっと上がってきて、敵飛んできた、これワンチャン当てるか、オッケー、いいエムだ。
さあ、ヘイターまで繋がった。このヘイターは後半に残しておきましょう。いいね、デスースかなり抑えられてるよ。デスースかなり抑えられてる。おいいっすね、これバックフォーユー、いいね。さあ、ロングいますけど、もう大丈夫かな。ここの室内怖いんだよな。ワンチャン行く。ちょっとチラ見する。ちょっとチラ見、来てないな。オッケー、行こうか。このままエイムを合わせながら行ってみようかな。さあ、スッと行くぞ。オールね、そこをカットしていく。いいっすね、これ。さあ、ゴールドストリーク達成。いいっすね。最近なんか連続キル多くね。なんか、おとといの動画から21連続キル、25連続キルで、今回また20連続キル、これ。さあ、これ、いやー、マジっすか、マジっすか。さあ、盛大にフラグを回収していくはずのじゃん。やば。うわー、今の辛いな。巻き込み事故すぎるな、あれは。まさかの大マシンでバコーンって言って、これはまさかのスナイパーライフルで、わー。なるほど、なるほど。スナイパーライフルで俺のモークマーク2を倒そうってか。100年早いわ、撃ち抜くぞい。よいしょー、カットしていくということで、うん、前半終わりますね。さあ、このまま後半にヘイターもつなげていきたいと思います。おー、いい M ラスト、いいね。はい、ということです。スコア3205、25キル3です。1ダッシュ4防衛ということで、うん、まあまあかなり抑えられてますね。多分これ普通にいつものように何も考えずにただ楽しく実況してたら、多分今頃9ですぐらいはしているでしょう。まあね、多分9ですぐらいはしているやろうけど、それも多分キルはめっちゃ多くなってるでしょうね。はい、ということで、この立ち回りね、どっちかというとスコアとかね、キル数は伸びないんですよね。どちらかというとキルデス比をキープしたい人におすすめの立ち回りですね、今回のやつは。まあね、SPM とか気にしてる方はね、この立ち回りはもちろんおすすめしないですね。どちら、なんでかというとスコアが稼げないからですよ。やっぱね、スコアゴリッと稼いで SPM をね、結構上げたい方はやっぱ旗に絡むことをおすすめするんで、まあね、ちょっと、うわー、味方ゴリッと、頭ゴリッと、これしょうがないね。なので、まあ今回ね、そのキルデス比キープしたい人におすすめの立ち回りということで、さあ、B 地点にスモーク耐えてきた敵さん、ワンチャン抜けるかな、当たり判定あるかなと思うけど、ないね。センター、線路のところ抜けてきてると最奥から来てるね、これ。100年早いぞ、そこ通るな、オッケー、いい M だ、これ。さあ、味方がここで B 地点取ってくれてるか、俺も後に引き続き取っていく。さあ、ここで俺の右腕うならすぐ来たな。さあ、ヘイター、バンバン出てるの、ナイスカット、味方、ありがたい。いいね。さあ、奥、L ストライク行く。L ストライク3キルする。これ、リスポン変わるんじゃないか。いや、まだ奥で湧いてますね、これ。さあ、白立てのところで、カットしていく。さあ、ふわっと浮きつつ、さあ、カットしていきの、これ。うわ、来た、これ。うわ、弾切れるパターンっすか。うわ、めっちゃ撃ってくるやん。めちゃくちゃ撃ってきますやん。さあ、ここら辺しっかりと押さえていきましょう。ちょっとね、立ち回り重視、出つつ押さえること重視でもあり、まあね、ここの線路のところしっかりと押さえてあげることで味方が前に突撃しやすくなるので、まあね、ここはね、アサルトライフルを持ってる人は基本的にここをしっかりと押さえてあげることも、なかなか重要となってきますね。特にこのフリンジのドミネーションの場合。多分ね、サーチとかでも結構このポジション強いんじゃないかなと思うんですけど、まあドミネーションの場合でも強いですね、もちろん。さあさあ、そんで線路のところ来てないかなと思って、若干敵がもう引いてる感じっていうか、味方が結構ゴリゴリ押しちゃってる感じなんで、ちょっとずつ前に進めていくか、多分ね、このまま後ろに引いとって、うん、デスを抑える立ち回りしてもいいんですけども、多分ね、絵的に面白くなくなるから、ちょっとだけ前に行くか、前半にちょっとだけ前線ライン上げていきましょう。さあ、セントリー、うなってるか、お、いるのか、そこ、倒してくれた。おっと、手前の L 字いるね。L 字とか、ナイスーナイスーいいっすねー。さあ、ここら辺いるんじゃないか。待ってるよ、スナイパーあれ。いや、ってか、旗来いよ、旗に来いよ、これドミネーションだぞ、これ。UAV はしっかりと落としていくから任せてくれ。いや、ちょっと旗に絡んできてほしいな、敵さんが。ってか、味方が結構もう、あれだよ、制圧しちゃってるのか、敵の陣地を。あ、もう A 取っちゃったよ。A 取っちゃったよ。やばいよ、これ。なんか、すごい一方的なドミネーションになってしまってから。前半なかなかね、結構暑かったりしたんで、ですけど、後半ちょっと一方的ですね。この敵をしっかりカットしつつ、敵が C で湧く。うん、なるほど、なるほど。これはもうどんどん旗を回していきましょう。多分ね、このままもう3点取りキープ、パワーコアとか出ちゃった味方の。今回の味方さん、なかなか優秀ですね。前回のね、ちょっと味方さんとなかなかいい感じで連携取れなかったんですけど、今回逆にね、もう味方に引っ張ってってもらってる感じですね、僕が。引っ張ってってもらってる感じですね、これ。あぶね、覆面野郎、これ。覆面野郎がオールなロング、あのロングの敵はしっかりと放置していく。しっかりと放置していくよ。しっかりとスルーして、しっかりとカットしていく。さあ、これしっかりと C1 点取っていきの、しっかりと戻る。さあ、また戻りいいな。奥さん、ここ来ると思うんですよね。UV 展開していく。さあ、マップを見る限り、いますね。多分赤盾の中通って、ここ、くぐり抜けてきますよね。これ、分かってんねん。これ、立ち回り完璧っすね。噛み合いまくりっすね。で、もうそろそろ言うても試合が終わっちゃいません。だいぶ早いっすね、今回の試合。前半は結構長引いたんですけども、後半逆に言えばもうめっちゃ早いな。3点取りキープしすぎて、もう178対115点。なかなかやな。だいぶ点差が一気に広がる一方ということで、ちょっとね、後半デスが増えてきてしまっていますが、もうこれは早く終わりましょう。終わらしましょう。まあこういう試合もありますよね、もちろん。
まあ、ドミネーション実況をしてて結構あるあるなんですけども、前半ね激アツで楽しいんですけども、後半ちょっと一方的になってしまうみたいな試合も結構あったりするんですけど、まあ今回はレス数を抑える立ち回りということをテーマにして、まあ前半ねいい感じ20連続キルまで繋がったので、まあこの動画を今回採用するぞ。さあこいやラスト、オッケー。さあそんでラスト削りおるんかこれ。うわなんでこっち抜けとんねん、マジか。はい終わりましたね。ということでスコア低いなこれ、5422、38キル、8です4ダッシュ5防衛ということです。キル数もやっぱり伸びなかったですね。だけどまあまあいい立ち回りを見せれたんじゃないかなと思います。ということでラスト発信のサイスジャンピング、しっかりと打ち抜いていくということでね、まあ、こういう立ち回りもあるよということを皆さんね、ぜひ分かってもらえればなと思います。結構ね COD 幅広いんで、皆さんいろんな立ち回りをしてみてはいかがでしょうか。ということで今回のこの動画楽しんでいただけたなら、もしくは発信の立ち回りなかなかええんちゃうん、お前やるやんおいおいみたいな感じ思ったら、ぜひ高評価チャンネル登録応援コメントよろしくお願いします。ということで失礼します。